ロサンゼルスからこんにちは。ピアニストのブルジュンク・ギャラットです。皆様元気でしょうか？いつも私のレッスン動画を見てくださって本当にありがとうございます。またチャンネル登録も感謝しております。私最近村上春樹さんのご本で職業としての小説家というのを読みました。とても村上春樹さんのご本はいつも好きでですね、前からいろいろ読んでいるんですけども、これは自伝的エッセイでいろいろなご自身のことが書かれているんですけども、その中でその村上さんが若い頃、小さい頃かな、もしかしたらばにその聞いた話で2人の男がいたと。そして2人の男は両方ともその富士山を見たことがない。そして、富士山に出かけるんですけども、賢い方の頭のいい方の男は富士山の麓に着いた時にその富士山を見て、もうそれだけで、ああ素晴らしい、これが富士山かと言って帰っていく、非常に効率的。しかし頭の良くない方の男の人は麓に着いても何が何だか分からないから、やっぱり登ってみなきゃ分からないと。もうそして大変な思いをして富士山のてっぺんまで登って、ようやく、あ、富士山ってこういうものなのかみたいなことが分かったっていう、そういう話なんですけれども、どんなことにもその簡単な答えはないということですが、その中でその小説家というのはその賢くない方のとこでその富士山に登ってみる方なんだって。そしてその登ってみてもさらに分からなくて、もう一回登り、またもう一回登り、そしてもまだ何だかわけが分からなくて登り続けるみたいな、そういう職業なんだということをおっしゃってるんですが、音楽家も本当にそうだと思うんですよね。そしてその村上さんご自身もその何十年も、40年以上ですよね、その第一線として書き続けているということは、毎日毎日一人でその部屋にこもって、ああでもないこうでもないと考え、そしてその文章を生み出し、その何か気に食わない文章があったらそれを何回も遂行して、何回もこうなんかして、でもそれかといってその本が出版された時にそのすごい何日もかけて遂行して遂行した文章が誰かの目に当たるかと、誰かに褒められるかということはないということなんですね。本当に音楽でもそうですよね。自分で一生懸命練習してなかなかできない、なかなかできないって言ってその演奏したとしても、演奏しなくてもですよね。でもそれで誰かが何か言ってくれるということはなかなかないものですよね。ですから本当にその村上春樹さん素晴らしい小説家ですけども、そのお言葉を書いてではないですが、本当にどの道も簡単なことではないし、その続けるということ、何十年も一つのことを続けていくということが素晴らしいというか、そういうことを村上さんもおっしゃっていて、私も本当にそう思います。それではお話が長くなっていけないので、今日のレッスンに入っていきましょう。で、今日のレッスンはシューマンの幻想小曲集の中から第4番気まぐれです。今までに飛翔第2番、そして先週まで夕暮れもお届けしましたよね。で、この気まぐれ、まさに題名がこのシューマンの性格を表しているかのように、コロ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 と表情が変わっていく曲です。それではちょっと出だしのこのちょっと誇らしげなところを弾いてみたいと思います。気まぐれというシューマンのその2つの性格がよく表れている曲だと思います。それで出だしのところを見ていきたいと思います。で、このたくさんの曲がそうですけれども、その白の1拍目から始まってない曲たくさんありますよね。で、これもそれで、これをそのことを考えないで弾いてしまうと、この行き場所、どこに向かっていってるのかっていうのが感じられなくなりますから、ワン・ツー・スリー、そのことを考えていきましょう。それと、これは本当にたくさんのピアノ曲同様にですね、たくさんの音がこう縦にこうたくさん弾いていますよね。ですからそれをいかに整理してきれいに弾くか
どの音が大事で、どの音がそんなに大事じゃないのか、この音はハーモニーのプロバイドしている音なのかということをよく考えていくということです。ですから決して鳴らないで、私の場合では上の音をやっぱりちょっと聞きたいし、ベースの音も聞きたいですから、スラーとかそのスタカートの場所なんですけれども、よく右手を見ていきましょうか。この何気ないオープニングのところですけども、まずメッツォフォルテで始まって、バイドワイ、忘れていましたが、ミッツユーワーって書いてありますね。ヒューモーを持ってということですから、やはりジョーキングリーというか、そのちょっとふざけたり面白がったりして弾かないといけないんですよね、この曲で。メッツォフォルテで始まりますよね。クレッシェンドしてるね、スフォルツアンド、そしてアクセント、そしてスラがパーラスタカート、スラにアクセントで、この時点でフォルテになると、もうたくさんのことがありますから、とにかくその全てのことをシューマンが望んでいるように弾けたならばですね、この曲はもうそれで素晴らしくなっていると思います。ですからどの記号も大事に考えて弾いていきましょう。左手です。ここもスラー、せっかく書いてもつなげられないですから、1から2に変えてつなげるような気持ちですよね。ここもよく見てくださいね。右手はタラってなってますが、左手はつながっています。ですからそれをちゃんと考えていく。で、本当に先ほど申し上げたように、そのシューマンが望んでたことを全てができていればですね、もうそれだけで音楽、素晴らしい音楽が奏でられると思いますよ。で、この最後のところ、このところですけども、外しやすいですね。こういうところはこう、多分左手が1-5、1-2ですね。右手1-3-5、1-2かな。どの指使いでもできると思います。これで収支をまず簡単にしておきながら、次はこの飛んでいくところから飛んでまた戻らなきゃいけないので、そこで外しやすいのでそれを考える。そしてこれを全部弾いてみる。それで手の動きを確認するってことですね。そしてそれができてきたらば、次のフレーズはフォルティスモで入っても同じマテリアですけど、モチーフですけども、今度はフォルティスモですよ。かといってこういうフォルティスモではないですよ。やはりこれでもどこに向かっているのか、どの音が大事なのか、どこにフォルソルジャンダがついているのか、よく見ていきましょう。ごめんなさいね。こういうところ、たくさんの音を弾いていますよね。ピアノの差がですけども、たくさんの音を弾きます。しかし、全部の音がいい子に均等に大事なわけではないですよね。ちょっと前にですね、芸術高校で公開レッスンしたんですけども、その時にもその一人の生徒に難しい曲弾いてたんですね。で、やっぱり手も小さくて、ちゃんと外したりなんかしてたんですけれども、その時にもうどの音が大事なのかよく考えて、その音に集中して、もしかしたらばちょっと省いても大丈夫なところあるはずだから、全部を一生懸命弾かない方がいいって言ったら、なんかびっくりしたようにして私の顔見てましたけども、で笑ってましたけれども、確かにこういうところそうで、なんかこういうと全部弾こうと思ったらもう大変、すごく手が大きくないとできないんですけれども、どこが大事なのか、上の方ですよね。上の3つぐらいの音が大事、まあ、もっと言ってしまえば一番上の音が大事なわけで、それさえで聞こえてくればですね、音楽は美しいです。その代わり全部の音を一生懸命弾こうとしてぐちゃぐちゃになるよりは、上の方に集中した方がいいと思います。ですからここも 1-2-3-5、1-2-3-5、この下の音、下のその
フラットの音はほとんどタッチするかタッチしないかぐらいで、でここはもう私は思い切ってラのフラットは省いています。ここに弾きたければ弾いてくださって全然構わないんですが、私はそうしたくないし届かないのでこういうふうに弾きます。その代わりここで補って、ここの左手もこれも問題点ですよね。ここに弾きたければどうぞ弾いてくださって構わないんですが、私はそうしたくないので書き換えてですね、これをドの代わりにラのフラット、シのフラットの代わりにそのフラットを弾いています。で、これはですね、例えばそのテストかなんかで、演奏のテストで、そこのルールの中に必ずそこに書かれているものを弾かなければいけないというようなことがない限りはですね、こういうことは手の大きさによって、もう日常茶飯事に私たちやっていることですね。ですから、音楽がどういうふうに聞こえるかというのが一番大事なことで、音を全部弾かなきゃいけないという、そういうことではないですから、ここもというふうに私は弾きたくないので、そういうふうに弾いています。これもでもご自身の考えによって、それからもしくはついていらっしゃる先生のお考えによってもいろいろあると思いますから、これが全てではないですけど、私はそうしているということですね。そしてその次のここもまた大きな和音ですよね。私も届かないんです。届かないので外してしまうので、やはり上の音に集中して、ほとんどここはミのフラットを弾かないようにして、この方がすっきりしますよね。こうなってしまえばですから、集中して弾くということです。で、この曲で大事なのは気まぐれもそうですけど、気まぐれはどこから来てるかというと、その調子、あとキーシグニチャーですね、どういう調子で書かれているのか。まず出だしは B フラットマイナーですね、その変の単調で書かれています。それがだんだんに、16小節ぐらいの間に同じ調子記号を持つ D フラットメジャーに転調していっていますね。で、終わりは長調で終わっていますよね。じゃあそれにそのままでいくのかなと思うと、これが気まぐれなんですね。すぐにまた少しこう憂鬱な感じ、物思いにふけっているような感じ、ちょっと不安げであったりするところに行くんですけれども、よく見てくださいね。今度は5つフラットがあったのが4つになっていますね。で、4つのフラットはこの2つのどちらかですよね。 A フラットメジャーか F マイナーか、その変 E 長調か平単調のどちらかですから、もう切らすまでこの調子ですね。で、これに調子が変わっているんだということをまず書いておきましょう。私は書いてあります。調子は私は転調するごとに全部書いています。それもなんか長年の習慣で、そうしないとなんか弾けないっていうか、そうしないとなんか確認できないみたいな感じで必ず書いていますね。で、ここのところもスラーの位置をよく見てくださいね。右手見てくるんですけど、ここもスタカートにスラーがこうなんか不安げなところですね。ここもバンバン、そしてその代わりとつながっている。で、これ先ほどのことではないですが、きちんとこのスラーやスタカートやそのどこになっているかをちゃんと弾ければ、ほとんどもう何も自分でやらなくてもシューマンがもう全部書いてくれているようなものですね。私は1号から2号に滑らせてつなげています。大事なところだ。よく確認しましょう。
しなくてももうそのままでも音楽ができてしまうという感じですね。でそこにかつその気分的なもの、あの不安系だったりそういうことをちょっと感じながら弾くとこのところは素晴らしくなると思いますよ。そしてそのままにいるのかなと思ったら急になんかそういう感じでなんかこう わざわざとしてるような感じ、それで元気よくてこうスタンプしてるような感じでこうダンダンダンってこうやってるような感じですよね。だからダン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 、そのアフェクトの音に全部シューマンはアクセントつけてますから、それをよく考えてですね。それでないと、ああ何がフラットだったのかな、何がだったのかなって分からなくなってしまう。
まうので、音階を弾くのはとてもいい、その調子になれるのにとてもいいことだと思うので、それで、ケイデンス終始もつけたりするとさらに分かりやすくなると思います。でこのところはペダルを使わなくても音がつなげられるように、この音をつなげて今までもやってます、練習で下の音を離しながら上の音をつなげる。これは決してペダルがあるからといってではなくて、ペダルがなくてもつなげられるようにしてみましょう。もう一回やりますけども、上の音をつなげながら下の音を離す。なるべくできる限りつなげた方がいいと思いますよ。そして左手にはスラとかあまり書かれていないので、左手はあくまでもサブで、右手の方がコラールのなんてこう言って、そう本当にシューマン、バッハ尊敬していましたから、本当にたくさんのところでこうバッハの影響をシューマンの音楽の中に感じるところなんですけども、これも一つのところではないかと私は思っています。練習してるようにしたけど、全部同じように弾かないで、上の音をちょっと強めにして、下の音を少しだけ強めにして、アクセントがついてますから、ちょっとだけですよ。同じところの変えていかないとこうなってしまいますから、でここは同じ指で7のコードですから同じようにして、ですから本当抑揚なくしてバッハのコラリオのようになんか淡々と歌わせるところですね。で今日もですね、たくさんその調子のことなどお話ししていて、このレッスン動画を見てくださる方からもその音楽理論どうやったら勉強できますかとか、どんな本を見たらいいでしょうかというご質問を受けることが多々あります。でこれはですね、私の経験から言って、本を読んだからといってその日のうちに、もしくは1ヶ月のうちに分かるようになるというものではないと思います。私自身の経験も言ってもですね、例えばその私は芸術高校に行き、音楽大学に行き、そして音楽の大学院に行き、音楽の博士課程を取って、本当に長いこと音楽 の学校に行ってたんですけども、そこでもたくさんもちろんやりましたよ。でもそれが役に立っているかというと、それが直に役に立っていることはないと思うんですね。やはりご自分が弾いていらっしゃる曲に興味を持って、ご自分がやってる曲をまず分析するところから始めるのがいいと思います。あるいは私が教えている大学の生徒でも、一番上 の音楽理論のミュージックセオリーと言ってるんですが、のクラスまで行ってそこを取った子でも、もう1年ぐらいするとそれを使っていないとですね、すっかり忘れているんですね。ですからやっぱりその知識だけ学んでも、その知識は知識だけなので、やはりそれが自分が弾いている曲にいかに生かされるかということなので、やはりその必ずご自分がなさっている曲をできる範囲でですよ、少なくとも何調で書かれているのかで、例えば調子が変わっているのか、その出だしがこれだとすると、これは途長調で書かれているし、途長調のトニックのコードはこういうことのコードなんだなとか、こういう終始になっているんだなとか、少なくともご自分の弾かれている曲からまず始められることが一番大事だと思います。
そしてそれをもう何年も何十年も続けていけば、だんだんにこうふっと見たらばすぐにさささって分かるようになると思うんですけども、それなしに本を一冊勉強して暗記したからってそれが直にご自分の曲に生かされるかどうか私は分かりません。私も今自分が持っている知識というのはもちろんその学校で勉強したことがベースにはなっていますけども、自分で卒業した後にこう現実の社会の中で学んできたことがほとんどだと思うので、やはりそういうことではないかなと思うんですね。で一つにはずっと前の、もうちょっと話が長くなってしまうんですが、夫がですね弦楽器 の奏者なので、2人で17、18年毎夏ですね、その弦楽器の音楽祭に夏毎夏行ってたことがあるんですね。で私はピアノですから弦楽器は教えられませんから、私が教えてたのはその音楽理論プラスグループのピアノのクラス、キーボードを使っているのを教えてたんですね、ずっと。でその最近ですね、ソーシャルメディアでから連絡があって、その時に教えてた子の一人がですね、そのクラスがこうインスピレーションになって、バイオリンの生徒だったんですけど、バイオリンの方に行かずにですね、その作曲の方に行ったという、その中で作曲も教えてたので作曲の方に行ったというので本当に感謝されててですね、その私も本当に嬉しかったんですが、何がそのインスピレーションになるかというのは分かりませんし、同じクラスを取ってた子でも全然もうすっかり忘れてる子もたくさんいると思うんですね。ですからやはりどんなこともその何ていうかな、きっかけを持ってですね、それを長年続けていく、先ほど村上さんではないですけれども、10年続ける、20年続ける、30年続ける、そしてだんだんその中で分かってくることがたくさんあると思うんです。ですからもう今分からなくても諦めないで、やっぱり自分のことに興味を持つ、なんかそのワクワクして自分の曲をもっと知りたい、自分の曲を何とかしたいというところでそうやって分析をなさってみてください。簡単なところからいいですよ、和音からでいいですから。そしたらばだんだんに分かってくるし、それで疑問ができてくればいろいろ調べる手だてはいくらでもあると思うので、それから始めてみてください。それでは続きいってみましょう。でその次このところですね。あんまり面白くもないなと思われると思うんですけど、このところは本当にフラット、ダブルフラットを読むテストです。そしてこれがメロディーで両方の手でやってるんですけれども、その中でダブルフラットが出てきて非常に読みにくいところですね。これ見ても分かり、足がずってるかどうか分からないんですが、見ても分かると思いますけど、こういうところはペダルは必ず毎回変えていかないとですね。そしてこれが一番大事で、あとはほとんど大事じゃないですからね。Thank you.
バーセーション、その会話が聞こえてくるようですし、あの素晴らしい曲ですね。あの調子がどんどん変わっていっているので、やはりこの曲をもしやろうと思われたらば、やはり調子のことをよく分かっていないとできないと思います。今あの6つフラットのところでいますよね。でそれが92小節目のところ、1回目の時は92小節目になると同じモチーフですけど音が増えています。これが届かなければ、例えばレの音を省いてこれだけ弾きましょう。中間部で、あの一番この心のひだではないですけど、こう繊細な心の動きみたいなのを表現しているところだと思うので、少しだけテンポをゆっくりなさってもいいかもしれないですね。そしてペダルによく注意しながら弾くということです。で、収集をよく聞く、聞いているような感じ、その感じをよくあの想像されながら弾いていくといいと思いますよ。そしてまた、そして次の、これが終わると出だしの時と違う調子になっているんですね。フラットの数も変わっていないんですね。でこういうところでもしこの音楽理論に興味があったら、どうしてなのかなというふうに想像なさって、あこれは曲が終わりに近づいているから、その5つのフラットで終わらなきゃいけないから、その他の調子に行くとまた戻ってくるのに時間がかかって、その落ち着きがなくなってしまうから、これが5つのフラットのままでいってるんだなということをよく考えられて、そうすると同じあのモチーフですよ。そしてこれも同じなんですね。ですからそういうことで、やはりその音楽理論、あの よくご質問いただくので、あまり答えにはなっていないかもしれないんですが、やはりご自分でなさっている曲からあの分析を始める。そしてあの必ず分析して調子が分かったらスケールを弾いてみる。あそれともう一つですけども、単調のスケールは3つ弾くことをお勧めします。まず、日本語でちょっと何て言ってるかよく覚えてないんですけども、例えば Am です、異端調であればハーモニックマン、そうするといろんなことに役に立つと思うんですね。でもちろんそれ今1オクターブしかスケール弾きませんでしたけども、4オクターブなさってやっていくと、やっぱり現実に沿ってやっていかないと音楽理論もあの分かってこないかなと私はあの実感して、自分の実感しています。それではこのシューマンの曲終わって、ここで何週間かシューマンと付き合って、私の大好きな作曲家です、あの私も楽しかったんですが、ここであのショパンにの方にあの変えてですね、来週はショパンの遺作の、ワルツ、何番でちょっと B のなんとかっていう何番であったんですけど、この Em ですね、あの高単調の遺作の、ワルツ、非常にこれもあの弾き応えがある曲で、その聴き応えもある曲で、あこれもできれば少しずつその分析もしながらあのレッスンを進めていきたいなと思っています。今日ここにお花を飾ってあるのはですね、私ということで申し訳ないんですよ、誕生日が、私の誕生日がちょっと前にあって、あの お花をいただいたので今日飾っています。それでは本日も見てくださって本当にありがとうございます。何かあの毎回ですね、皆さんのお役に立てればなと思いながらレッスンしています。
それでは今週も楽しい練習一緒にしていきましょう。それでは皆様どうぞどうぞお体にご自愛くださいませ。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。